そうと思って、でもうまくタイミングがつかめなくて。いえ、私の方こそ、いつまでも勇気が出せなくて、こっそり尾行するような真似をしちゃいました。でもマスターさんが見つけてくれたので助かりました。ありがとうございます。ちゃんと叱ってくれて嬉しかったです。あの、それでですね、今日は待ちに待ったバレンタインだから、覚悟してください。私の全力受け取っていただきます。はい、ちゃんとしたチョコレートも考えたんですけど、私だとうまく作れなくて。でもそんな私に友達が教えてくれたんです。持ち味を生かせって。どうでしょう、美味しそうに見えますか？あ、これはその話の成り行きというか、私はチョコだけでいっぱいいっぱいなのに、キャットがどうしてもって。むう、貴様の力はそんなものか。それでは冷凍マグロすらあくびの後永眠しよう。もっとこう、マスターへの思いの丈を込めるのだ。ギューッとギューッと手をつなぐ恋人のように。は、はい、こうですか、キャット師匠。まるで足りぬ、ベーリング海を舐めるな。カニの甲羅を破るほどの熱さがなくてどうする。もっとギューッとだ、と網からハグ、そして捕獲したカニはどうする。そう、キスしかあるまい。目の前にごちそうあらば誰であれブワイとする。だ、大胆だね、キャット。でもその気持ち私もわかります。こうかな。キューキュー、ナイス。素材の旨味を凝縮したキューブの完成だわ。さあ、もっともっと作るがよい。その味はリップにしか出せぬゆえな。イエスさん、師匠、なんだか自信が出てきました。パッションリップ行きます。うむ、リップは一途だがネガティブ思考ゆえ一心不乱に調理にかまけた方がいいぞ。しかしこれではちょっとおしゃれな練り物レベル、乙女力はやや低い、パティシエの腕の見せ所なのだな。これをこうしてと、バランスが難しい。そして面白みがないのも事実。ここは木をてらって煮干しインカ。いや、冷静になれ、あたし。今は暴力の時代ではない。ライバルの失敗を狙うのはタマモ族の宿儺といえ、今日のあたしはリップの先生、自重せねば。ふぅ、いっぱい作っちゃった。ん？キャット、何をしているの？ん？何言って盛り付けだが。パフェにさくらんぼは外せないよ。なーに、これくらいのお手伝いは許されよう。何しろリップの一世一代のアタックだからな。私も今日だけはサポートに徹するのだわ。ご主人なら喜んでくれるに違いない。おっと、だがこれには交換条件がある。その服の色はいまいちバレンタイン向きではない。銃器系乙女の渾身のぶちかまし、とっておきのドレスで渡さなくてなんとする。ということがあって、それで今できる一番の礼儀を選びました。うん、恥ずかしいけどこの服でよかったです。
マスターさんに褒めてもらいましたから。はい、私にはもったいない素敵な師匠で友達です。それでは私はこれで。キャットに報告がありますので、美味しく食べてもらえれば嬉しいです。後で感想聞かせてくださいね。姿を見いひんと思うたら、あらまあ、こないな場所に言いはったんやね。カルデアのみんなしてあんたはんを探しとるいうんに。待てる男っていうんはどないやの？それはそれで面倒やったりしはるん？ああ、そうなん？それよりマスターはん、源氏の大将見いひんかった？見つかったら十中八九大変な目に遭うさかい、案上気ぃつけてや。怖がらせるわけやあらへんけど、まあ返答一つ間違えたらバッサリとかもあるんちゃうかな。怖いわ。牛鬼殺しの鬼言うんは頭ん中どないなっとるんやろ。まあええわ。今日はほれ、菓子やらなんやら送り合う日やろ。みやびやわ、そういうのうち好きやえ。うちもあれこれ用意してみたんやけど、どうやろ、お口に合うやろか。なんや、こうしてると小さい子に菓子あげてるみたいやね。いい子いい子なんて言うたら、それこそ源氏の大将はんみたいやね。なーにそれ、気になりはるん？小僧がどうかなんて知らへんわ。なんやあちこち逃げ回っとるみたいやけど、最後は酔わせてから無理やり縛りつけて口ん中に思いっきり詰め込んでやろうって思てるけどね。そのまま食い殺したらどないなるんやろ。甘い血肉になりはったりするんやろかね。あ、いいわ。それ試してみるのはええかも。ああ、合点がいったわ。もしかしてマスターはんはあれやの？焼いてはるの？鬼よ、うちを独占しようやなんて、とびきり欲深いお方もいたもんやわ。それとも小僧を独占したいんやろか。それならそれで、まあうちはかまへんけど。欲しいもんは奪う、食いたい時に食う、それが鬼やさかい。今はうちはあんたはんに送りたい気持ちよって。あんまり長いしたらあかんねえ。いつころりと食いたい方に転ぶかわからへんし、それでもあんたはんがええならずーっとここにいてもええんやけど。今日はやめとこか。
またね。あんまりオニをからかって遊ばんときね。いつかほんまに肉も骨もとろかしてぜーんぶ食ろうてしまうさかい。マスター、本当はみんなのようにちゃんと胸を張ってお渡ししたいと思いました。でもできない、できません。私、手作りというのを試してみたのです。あら、とあるキャスターから思いを伝えるには手作りが良いのだと教わって、培養したカカオの実を採取するところから丁寧に心を込めて私に、触っても死なないあなた、私を抱いても死なないあなた、私、ずっと探していたのです。そう、生きていた時から、英霊になっても。だから、聖杯戦争のサーヴァントとして召喚されたとしても、私は死なない相手を探すのだと思います。この私には、第六特異点でのうつろな思い出以外、他の召喚の記録はありませんが、きっと探すのだと思います。はい、ありがとうございます。でもごめんなさい、本当にごめんなさい。私、よりにもよって素手で作ってしまったチョコレート、最初から最後までこの手でたっぷり思いを込めたつもりです。触れても死なずに生きていてくれているお方に、でもたっぷり毒も込められてしまったんです。毒性は私の肌に触れた時のおよそ100倍、粘膜接触を行った時の数倍です。完全な致死量です。人は絶対に死にます。英霊でさえ殺すでしょう。毒に耐性のある人なら、あるいは大丈夫かもしれませんが、でもダメかもしれないんです。だから、良いのですか。私の毒がたっぷり詰まったチョコレートなのに。はい、
スとあなたに捧げます。私のすべて、私の作ったチョコレートごと食べてください。私の、ささやかな思い、たとえ初代様の晩鐘が響くことになっても、私それでも構いません。この私はあなたに従うと決めました。